ライブ配信は、ね、簡単ですというのは、まあ、パソコンだと、まあ、当然ね OBS 使ったりとかねその専門の配信ソフトを使ってそれから RTMP アドレスを打ってとかやっぱりそういうのが出てくるんですけどスマートフォンを使えばもうパッパッパッといくつかの、えー、ボタンをタップしてるだけで配信できてしまうんで、えー、ライブ配信は簡単ですでも分からないことがあるとこれ不安になるし苦労もあるしそんな時にね心強いのは助かむ「タスカム」 ではなくてでですねではないんですよ助かると言いたいとこなんですけどえこれはですね僕はねこれね今はねやっぱりどこの配信サービスもとにかくビギナーさんをこう見てもらうようなねこの取り組みって非常にやられててで実はその私も個人で配信始めたりとかで TIAC も2010 2016年から3年半ぐらい実はその企業配信っていうのを毎週月曜日やってたんですよ。でやっぱり我々も最初からその配信のプロではなかったのでやっぱり時になんか何でこれ音が二重で鳴ってるんだろうとか,、えー、なか画質よくなんないだなとかいろいろこれ悩みながらやってたんですけどもそういう時にですね、あのー、実は教えてくださるのは。 その身内とかじゃなくてまあ、見に来てくださってるリスナーさんだったりするんですよね。で私も個人で配信してるときはもう初心者とか練習枠とかつけてやってたんですけど、で不慣れ。でもこの遊び感覚で始めてえー、行くことによって、なんかだん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 。その成長していく過程っていうのもね。このリスナーさんに。まあリスナーさんとか視聴者さんかな？僕ちょっとリスナーさんってつい言っちゃうんであれですけど、えーえー、見て聞いていただくもよし。 でまあ、もしくはねこう最初はこう初心者枠でこうやって慣れてきたらちょっとバーチャルに転生するとかね、まあ、そんなのもよしかなと思うんですけど、えー、私はこのやっぱりライブ配信において実はその心強いのは、えー、見てくださる視聴者さんからそれは1人とか2人でもいいと思うんですよね。はい、でただ このウェビナーでは分からないことあるんだけど何をどうやって質問していいか分からないとかも、まあ、っと質問しづらいみたいなことに関しても、まあ、できるだけ分かる範囲でも丁寧にご説明し,していこうと思ってますのでですね、えー、ご質問じゃんじゃんお願いします